はい、今ですね、ポルトガルのリスボンにいます。ポルトガルリスボンね、リスボンの、通りを歩いてるんですけどね、オーガスタ通りってのかな。で、本日2014年9月の14日日曜日でございます。で、この通りを歩いてるとね、この G-SHOCK、 皆さん G-SHOCK って知ってますよね。 G-SHOCK、 カシオのね、 G-SHOCK、 カシオのね、 G-SHOCK です。で、こんな感じでね、このポルトガルにも進出します。全世界にね、こんな感じで進出して、販売も広げてます、 G-SHOCK ね。なかなか日本人としては嬉しいですよね、カシオのね、 G-SHOCK 素晴らしいですね。まあ、こんな感じで世界を旅してるとね、諜報活動に従事していると、まあ、こんな感じでいろんなものを見つけます、日本製品ね。例えばあそこの三菱見てください、エアコン室外機が三菱、ね、エアコンなんかもね、日本製が多かったりするわけですけどね、こんな感じです。